BM-25 コルシュンは、ソビエト連邦が1957年に採用した 250mm 多連装ロケット砲である。コルシュンとはロシア語で、飛びの意。北朝鮮の開発した弾道ミサイルに BM-25 の名称で呼ばれるものが存在するが、この項で扱うものとの関係はない。BM-25 は1953年に新型多連装ロケットとして2E-88 研究所所属のオークブ-3設計局によって開発され、6連装発射機 SM-44 自体はTSKB-34 設計事務所によって設計された。実戦配備は1955年より開始されているが、存在が公表されたのは1957年10月の革命記念日軍事パレードにおいてである。ソ連においては1970年代後半まで使用され、BM-27 に置き換えられたが、その後も予備役として、長期間保持されていた。この種の多連装ロケットランチャーとしては一発あたりの弾頭威力が大きいものの同時発射数が少ないために面制圧範囲が狭く戦術的制限があるロケット弾には液体燃料を使用しているため保持が難しい点などが欠点として挙げられる。車体にはクラス-214 6輪式トラックを使用している。6連装発射機。SM-44 は、ソビエトが他に開発した多連装ロケットランチャーとは違い、鉄材を円筒状に構成したスケルトン型となっており、装填されたロケット弾を直接視認できる。発射機は3列2段の構成となっており、不行角0から55度、旋回角は左右角6度である。使用される 3R7 ロケット弾の 250mm という直径は、多連装式の発射機から発射されるロケット弾としては当時世界最大のものであった。BM-25 はワルシャワ条約機構においてはソビエト連邦軍のみで装備、運用され、イエメン以外に輸出、供与された例はない。この種の兵器としては珍しく、アラブ諸国には導入されていないため、中東戦争においても使用されていない。イエメンに輸出されたものは、イエメン内戦中に南イエメン軍により使用された。ありがとうございます。